男女のペアチーム戦。わお。慣れない緊張。はい、おお。あ、うまい。勝つぞ。お。まるまるまる。ちょっと土下座の用意しとこう。いやー、あとでそれかもうハンデ。ハンデかい、ハンデつけないで。ハンデつけてもらうのですかね。うん、もうストレートに3勝です。ストレートですね。2人ともミスショットみたいなのないぞ。そう、うちはもうだってプレッシャーがすごい、なんかやっぱり余裕がない。プレッシャープレッシャーない。最初のホールめちゃめちゃいいティーショット。確かに。やっぱりメンタルだ。メンタルでしょ。メンタル、はい、豆腐です。豆腐。あのかなり柔らかいんで、めっちゃ崩れやすい。崩れやすい。崩れやすい。にがり、にがりたそう。にがりたそう。あんなのすごい。最高。ここなんかドローめっちゃ打ちづらそうなのに。ナイスナイス。すげえ。完璧。ナイスナイス。ナイスナイス。頑張ろう。頑張ろう。お前だよ、頑張ろう。言われて。これめちゃめちゃ佐野さん飛んでますよ。そうなんだよね。佐野さんのいいショットを無駄にしないように頑張らない。佐野さん今の会心ですか。スカートレールの飛距離が出たという。これあの年齢分ですから。あ、年齢分。そう、年齢分。あの正面の木までいくつぐらいなんですかね。あそこまで190とか。あ、じゃあ全然平気だ。フェアウェイ切れるのが180ヤードぐらい。あ、じゃあ全然平気だ。だからもうあっちに打っちゃった全然。はい。いやー、4か5か。まあ別にライン悪くないんで、ちょっと4番で。練習かなと思います。はい、打ちたいと思います。うん。ナイスショー。ナイスショー。いや今まあまあというか、いいショットです。僕的にはびっくりしたぐらいうまいんです。うまいです。うまいです。何ヤード？多分今170ヤードぐらい。びっくりしたぐらいうまいんです。プロから見ても。だから昨日ちょっと右ぐらい。ちょっとプレッシャーね。そう。でも私の5番ウッドは転がるから。ごめんなさい。いや、ふざけてないんだよね。頑張ります。ここで取り返さないとね。頑張ります。距離どれぐらいですか。123です。風上げてます。上げてますね。上げてますね。何番で状況説明。9番アイアンで。大体130弱打つ感じですね、イメージとしては。まあ、乗ればって感じ。乗れば、はい、乗ればって感じ。まあ、横下ベタピンだ、これは辻ってる。おー、すごい。ピタッと。え、
いや、そう。なんで笑ってるの？いやもうおかしいことが2つあって超、はいはい、やっぱアマチュアだなと思って。ピンまで123って言って、はいはい、130ちょいなら届くって言ったんですけど、はい、この風だと絶対そんな距離打っても届かないんですよ、はい、なのに本人打ったらもう140ヤードぐらい打ってるから何やってんのかな。これあれですか、アマチュアの人の、あ、まあ、多分あるあるじゃないですか。アマチュアでもあるあるですよね。あるある、よかった。絶対ショートするなと思ったらめちゃめちゃ強いと思って。えっと、いや、もしかしたらアドレナリンも。アドレナリンビュンビュンが。何ヤードですか？80ヤードですね。60。はい。で、まあラフなんで75ヤードぐらいキャリーしたらいいかなっていう。ナイスパッティングなんだったらあれ入れちゃって入れたい。いや、あれあそこからスリーパッドさすがにないと思う。バーディーでとどめを刺す。センターショットの方これセンターかな。あ、それセンターショット。センターか、これセンターか、うん、そう、キャメロのあの戦利品です。戦利品奪い取った。やっぱプロ入れやすいところに。あ、これいいですね。いいところにやっぱり止まってますね。ちょっと上りの上り少しスライスするかなみたいな。1個行くか行かないかぐらいかなっていう。スライスが、うん、はい、1個、うん、このぐらいかな。だからだってこれぐらい止めようと思ってするかな、はい、すごいチーム戦。その辺止めると本当にそこ止まっちゃうかもしれない。チームワーク、チームワーク。本当にそこ止まっちゃうかもしれないから。そんなに下って、考えれば考えるほどなんかよくなるんですね。オッケー。もうこれとどめでマジで入れちゃってください。まあまあ距離ありますよ。1個いらないから半分ぐらいでいいかもしれない。カップ半分ぐらいとか。ちょっと何やねん。ドメ。よしね。よしね。このパッド打つよりなんかこう広いです。うまいです。打ったの一回で。ここ大事なパッターですよ。あ、プレッシャー与えてる。大事な大事なパッティング。わかりました。結構グイッといきます、はい、グイッと。グイッと。はい。ナイス！うまいうまい！ナイス！やっと近づいてきた。ナイス！ナイス！分けてめっちゃ喜んでます。勝ってないから。確かに。分けて。やっと近づいてきたから。4ホール連続負けじゃなくて。今やっと近づいてきましたね。逆に曲げられないです、うん、もう大人の木目指してまっすぐで木より左はダメな気がするんですよ。落ち着いて、いや、これもいい、うん、大丈夫。木狙いで、でしょ。
全然大丈夫、はい、ちょっと、あ、はいはい、なんか抑えたあの木の方向で、はい、フォローなんで大きいスイングでやりましょう。大きいスイング難しいアドバイスが、あのフォローに乗せてあげるように気分出して、あ、気分ですね、気分出して大きいスイング、こんな感じですか。お願いします。大きいスイングって何怒られてるな。大きいスイングね。全然ダメでした。ちょっと、なんか入んないでしょ。いや、全然ダメでした。入んないでしょ。飛びすぎてバンカー入っちゃったんじゃない。入ったっぽい。あ、入ったか手前か。オッケーです。まあいいか。まあいい。まあいいよ。あ、こ難しいアドバイスがちょっと上級すぎて。うん。ね。大きいスイングしたじゃんね。ね、うん、めっちゃチョコ食ってめっちゃチョコ食ってうん、おいしい。ラクヤードぐらいかな。ユークヤード。お得意のドローですか。そうです。プロは何番？これ5番で、はい、5番で200。プロ、それも今シーズンのアイアンですか。あの去年から使ってるやつ。あ、同じやつです。はい、はい、お、まっすかっこいい。見えないんですよ、旗が。こういう時どうして感じるんですか。おー感じたか。バンカー方向かな。バンカー方向かな。ミスした。多分右のアプローチの方になるべく持っていきたいんで、うん、はい、お願いします。乗るのはちょっと難しいと思うんですよ。右手前ぐらいを目標に170ヤード7番アイアンで右から曲げればいいです。分かってないですあ、そうか、ドロー打てないです。いや、ドローだけですよ。喜んでる。いや、多分あれプロのプレッシャーに負けたんですよ、ね。右から右から。仕返し仕返し仕返し。本当弱いなあいつ。本当に弱いなあいつ。純ちゃん嘘でしょ。プロなかなかあれですね。アマチュアの方と回るプロアマの時とかやっぱり多いんですよ。プロアマとか、あ、でも普段結構アマチュアのショットが、はい、回るんですか。はい、回ったりして。こういう女性はなかなかない。あ、でも合宿みたいので行った時になんかちょこっと一般の人参加してとかっていうのが、ただこの勝負とかそういうのはない。ない、はい、え、その合宿ってなんかこうプロがあの教える合宿ですか。え、いや、教えないけど、うん、まあプロの人数少ないから、うん、もし参加したい人、時間あったら来ていいですよって言って、うん、そんなのがあるんですか。右に出す感じだよね。あれ出すしかない。コマンユーティリティで、うん、あんま飛ばしすぎちゃうとバンカー入っちゃうから、うん、あの左のバンカーに、はい、わ、6番にしてた、うん、打ちやすいやつで、ね、コマンユーティリティ。うまっ、曲がってる曲がってる、うまっ、曲がった曲がった、曲がった曲がった、よしよしよし、うん、うちら多分ベストボールぐらいがちょうどいいかもしれない。そうですね。ね、いやでもね、距離があるからベストボールにもなんないかも。あ、でもちょっと保険にはなるか。どっかでボールチェンジって言って、あの、うん、シチュエーションを変えられるっていう。そうそうそう。ゆうこ楽そうだな、あいつあいつ、マジで。あ、手前だ。もうミス。手前だ。ミスすぎて飛ぶ。え、でも待って、結構緊張はする。ちょっと私の嫌いな3、40ぐらいじゃないですか。しかもバンカー越え
ど。今日は違いますよ。プロのアドバイスがありますから、ね。はい、そうですね。35ヤードぐらい。はい。あ、30ヤード飛ばしてください。ゆうこ、そっからパターですぞ。なんでやねん。なんでやねんとか。ツッコミが良かったね、今。ピンに向かってですか、これ。ちょっとでも私少しだけ右になって。まあ、自信なかったら、まあ、バンカー、ウィフジとかバンカー関係ない。緊張感伝わってきた。今すごい伝わってきた。確かに今のちょっと、ね、今の緊張しましたね。様子がおかしかった。バンカー越えが苦手。いや、基本的に3、40ぐらいの距離が本当に苦手で、うん、バンカー越えとか関係なしにこういうフラットなところでも集中してる。大丈夫ですよ。そんな寄ってないんで。見ました今。見た見た。もう折り込み済みだから大丈夫。入れるしかない。お願いします。そんな曲がんなそう？強めでね。ですゆっこに打たせなきゃ。難しいよ下りで。オッケーしないんですね。しないです。全然向こうもだんだんちょっと厳しくなってきた。ここはこっちはダボだから。でも大丈夫。貯金あるからゆっこ押しても。ありがとうございます。終わった。終わった。今右に回りました。右曲がりましたね。スライスしたんだよね。そうなんだ。一応。ゆっこはここで強気バーンって。バーン。でもこれボギーパットだよ。知ってる。あぶねえ。そっちは。ダボ。ダボ。あ、トリトリトリ。トリトリ。